8.11のプレビューが来てたから今回はそれに関しての動画なのだまずは ISO のアップデート内容を教えるのだ ISO は1秒間のアニメーションが終了した後シールドを自身に付与できるようになったのだキルしなくても1回だけシールドつけれるってことなのだそしてシールドのチャージ数が2から1に減ったのだ加えてキルカウンターが追加されて2キルするとシールドのスキルが復活するのだ 後シールドが壊れた時のヒットストップが軽減されたのだシールドを壊した敵の方向にダメージインジケーターが表示されるようになったらしいけどまあこれは誤差レベルの強化なのだ最後にシールドがアクティブな間に今まで通りきるしてオーブ壊すとシールドの持続時間をリフレッシュできるらしいのだまあ順当に強化なのだ最初の打ち合いが有利になるのはかなり強いのだただ他のスキルがゴミだから意味ないのだ 次は結構がっつり調整が入ったネオンなのだまずカーテンの持続時間が減ってフェードアウトの時間が長くなったのだハイギアに関してはストレーフ速度がスプリント中に減少しなくなったのだ横移動時の最大スプリント速度も6 7 3 m 9 1 1 m 秒に強化されたのだ燃料の完全回復までの時間も60秒から20秒に大幅短縮されたのだ。 しかもスライドが2個になってスライド中の武器エラーがなくなったのだだからスライディング中に球当ててくるのだスライディング後の武器取り出しも早くなってるしえぐいのだリレーボルトは発生時間が早くなって持続も長くなった代わりに1個になっちゃったのだネオンに関しては大幅な強化と言ってよいと思うのだミニブーが最強になる日も近いのだレイナのアップでは簡単に言うと 回復量が50になる代わりに効果時間が永続になってビスミスは速度が上がって持続時間が短くなったのだあとエンプレスに効果時間がなくなったのだこれは結構な弱体化なのだ暴れまくるレイナは消えたのだ良い調整だと思うのだレイズに関してはブラパの水平方向の移動速度がナーフされたのとブラパが敵に破壊された時にダメージとかノックバックが入らなくなったのだ これは実際どんなもんなのか見てみないことにはわからんのだレイズ1強環境も終わりかもなのだクローブに関してはピックミーアップの値段が上がって効果時間が短くなったのだ後ダメージアシストの時間が大幅に短くなったのだ前のは長すぎたのだあとはウルトのコストが上がって武器持てるまでの硬直も少し長くなったのだクローブの理不尽感が軽減されて良いと思うのだ 今回は全体的に良いパッチが入ったんじゃないかなって思うのだパッチ実装されるのが楽しみなのだ今回はここまでそれでは羽生